はい、皆様こんにちは。中央大学側で、コーディネーターをさせていただいております、谷口博之と申します。私は現在金沢大学で、勤めておりますが、もともと中央大学出身ということで、そのご縁があって、この講座のコーディネーターを務めさせていただいております。本日、今、長島先生の方からご紹介いただきました通り、LGBT と放送というテーマで第6回目を開催させていただきます。放送、弁護士、裁判官、それから検察官、放送3者だけではなく、法律に携わる人々が、LGBT の問題についてどういった認識を持つべきなのか、なぜそれが必要なのかといった、原理的な部分から、実際的な部分まで含めて、今日は、いろいろと話をいただけるかなというふうにも思っております。今日はお三方の、先生に、ご登壇を、いただきます。皆様お手元にレジュメはございますでしょうか。あれ、レジュメの資料ですね。資料、パワーポイントの資料を印刷して配布させていただいております。その閉じられています資料の順番に従ってお話をお一人約20分ほどいただく予定でおります。一番最初に石田京子先生、早稲田大学で放送倫理を担当されております。LGBT と放送というテーマで、今日はお話しいただきます。放送倫理という科目自体は、ロースクールの中ではかなり重要ではあるにもかかわらず、なかなか注目されていないような部分もあったりします。そのあたりも含めて、今日はお話しいただければと思います。で、お二人目、西村朝日法律事務所から森先生に、ご登壇いただきます。チラシの方にも書かせていただきましたが、森先生は元裁判官という立場もございますので、裁判官としての倫理のあたりも少し交えながらお話をしていただく予定でおります。そしてお三方目、3人目として阿部先生にご講演をいただきます。阿部先生は森浜田法律事務所にお勤めです。それぞれこの研究者という立場、そして実務家という立場において、この LGBT と放送に、放送に求められている役割というのは何なんだろうかという点、いろいろな視点から、多角的な視点から、今日はお三方からお話を伺い、そして皆さんからご質問等をいただきながら、放送の果たすべき役割ということについて、少し皆さんと一緒に考えていくことができればなというふうに思っております。それでは、早速ですが、一番初めですね、石田京子先生から、お話をいただきたいと思います。石田先生、よろしくお願いします。早稲田大学の石田と申します。今日はこのような機会にお招きいただきまして、谷口先生、それから長島先生に心より感謝申し上げます。私自身は先ほどご紹介いただきましたように、放送、実は実務資格はないんです。実務資格もないし、実務経験もないのですが、放送というものが社会において果たす役割というものをずっと研究しておりまして、早稲田のロースクールで放送倫理を実務家の方と一緒に教え、またジェンダー法も担当しております。そのような関心があるということで、今回この場にお招きいただきまして、LGBT と放送ということで、法律家に求められている役割についてお話をさせていただきます。先ほど谷口先生もおっしゃっていた通り、これは必ずしも狭い意味での放送、裁判官、検察官、弁護士だけではなくてですね、いろいろな形で法律に携わる方、すべての方が責任を負っているんだというのが、まず視点の最初にあるということを最初に申し上げておきたいと思います。では一番最初に定義としてですね、今日は LGBT に対する放送の役割ということなんですけれども、なぜ LGBT に対するバイアスですとか、そういうものを持ってはいけないのかということで、広い意味でですね、ジェンダーに対するバイアスというものを持つということがどういうことなのかという定義から入っていきたいと思います。
まあ、客観的にですね、何が客観的に評価できるものかというのはなかなか難しいところがありますけれども、そうですね、例えばテストの点数とでも言いましょうか、そういう評価される事象ですねについて、何らかの形で、ジェンダーに基づく価値観であるとか、あるいは、ジェンダーに基づく評価基準を、入れることによって歪んでしまう、もともとは視覚であったものが何らかの形で歪んだ認識となってしまう、この認識あるいはその制度ですね、あの枠組み自体のことをジェンダーバイアスと呼ぶというふうに考えていただければと思います。もちろん社会全体においてこういったバイアスができる限りないことが望ましいというのはあのお分かりになるかと思います。でしかし法律に携わる人は特にこういったバイアスを持ってはやはりいけないのだと思います。それがなぜかというところについて考えていただくという意味で、一つだけ今日は例として裁判例を持ってまいりました。これはあのお手元には皆さんないかと思うんですが申し訳ありません、これご了承ください。それからあの今日のテーマとしては LGBT なんですが、なかなか日本ではですね LGBT に関する、バイアスが明らかになったというような事例、あの裁判例というものがなかなか見つけられませんでしたので、セクハラの事例について持ってまいりました。これ、少し有名な横いわゆる横浜事件と言われるものですけれども、出向中の男性上司によって、まあ、女性労働者がセクハラを受けたというふうなことで、出向元と出向先、使用者責任を求めて、不法行為だということで訴訟をしたというものですね。で20分間抱きつかれたというような事例なんですけれども、まあ、体を触られたりとかそういうことがあったわけですが、これに対して判決文で何て言ってるかというと、これ第一審ですね、20分もの長時間の間原告が被告のなすがままにされていたということ自体考えがたいことであると、原告は強制わいせつ行為ともいえるべき、右行為に対して施錠していない横浜営業所の事業所の出入り口から外へ逃げるとかもできたはずにあるのかかわらず、そのような行動を取らなかったばかりか、かえってこのその供述からは前期主張の状況下にしては冷静な思考および対応になったことさえ伺われる、そのような言動は不自然であると言わざるを得ないというふうに言って、第一審は実はこれセクハラを認めなかったんですね。裁判官としては嫌だったら逃げればいいじゃないかと、20分間もなすがままにされるなんていうことがあるんだろうかと、後ろは鍵開いてたんだから普通に逃げられるだろうと、それ逃げなかったなんておかしいじゃないかと、それからこんなことされていたのに頭がこんなに冷えてちゃんと冷静に今でも覚えてる、これもおかしいんじゃないかというような形で、これ要はセクハラを受ける女性と男性の関係ですね、あのよく権力関係あるいは、支配の関係という言い方をしますけれども、その中でそこで支配されている側あるいはセクシャルハラスメントを受けている側がどういう状況かということを認識したいしていないがために救済ができなかったケースということができるかと思います。あの結論から言うとこの事件というのは控訴されて、控訴審ではセクハラを認定されています。で控訴審の、弁護士は何をしたかというと、これ裁判官がちゃんとこういう当事者セクハラの当事者がどういう状況にあるかというのを分かんないといけないよねということで、アメリカにおいて当時あのアメリカではもうすでにそういう研究が進んでいたわけですけれども、強姦の被害者がですね精神状況としてどんなものであるか、たとえ後ろに逃げる逃げ口があったとしてももう全く動けないような状況になってしまうんだと、で体は動けないにもかかわらず頭だけは冷静で全てその時のことを覚えていたりするもんなんだということを説得して、控訴審ではセクハラが認定されたと。これはあのバイアスがあるとというふうにお考えください。 LGBT の当事者が、何か被害を被った時も同じだと思います。当事者がどういう状況であるのか、そういうことについて理解ができていないないし偏見があるとしたらやはり救済はできないということになるんだと思います。司法におけるジェンダーバイアスがなぜ問題なのかといえば、もちろんですねこれはジェンダーバイアスにかかわらず法の番人が偏見を持っているということ自体は危険です。ジェンダーだけではありませんが、やはり救済がきちんとなされないという意味ではこれは危険な状況と言えるかと思います。さらに当事者というのは裁判所の門を叩く前に相当の苦悩があり相当の苦しみがあるわけですね。でようやく勇気を持って司法の場まで行って助けてもらおうと思ったところでもう一度人権侵害を被ってしまう、救済されない、救済されないばかりかさらに侵害をされてしまうと。そして当然ですけれどもこういうことが起きる限りやはり司法への信頼というものは揺らいでしまうんだと思います。
で、あの理論的にはより重要になってくるのは判決というのは公権力ですので、ここで例えば先ほどのようにですね、嫌だったら逃げればいいのに逃げないということは、セクハラは認定されないとか、そういうようなことを判決文で言ってしまうとバイアスが再生産されるんですね。男女においてそういう、あるいは、上司と部下の関係においてそういった、支配的な関係はないんだというようなことを判決文で言ってしまうこと自体が非常に問題であるということです。で、これはですね、日本ではなくてアメリカの最高裁判所の判事が、1994年に言った言葉ですけれども、人々が法制度の中にジェンダーバイアスを感じると、それによって被害を被っているかどうかにかかわらず、法に対する尊敬はもちろん法制度に対する尊敬を失ってしまうと。これはもちろん協議で言えば一番重要なのは裁判官ということになると思います。判決を下す人だからですね。でもそれだけではなくて、当然ですけれども代理人ないしは検察官、さらに言うならば司法関係者ですね、調停員であったり、あるいは、秘書官であったり、そういった方からでも何らかのバイアスを感じてしまうと、やはり当事者としては救済されないと、あるいは信頼できないというような感情を持ってしまうのだと思います。法の番人、司法制度というのは法の番人というふうに言われますね。あるいは、法の平等をのな適用を通じて社会的弱者を保護する、あるいは裁判を通じた、社会正義の実現、こういったものが LGBT に対する価値観、あるいは LGBT に対する評価基準というものによって機能不全を起こしてしまう。そうなると LGBT の権利を司法の場から変えていったり、あるいは救済をしていったりということが実現できなくなってしまう。だから問題なんだということです。では司法におけるジェンダーバイアス、すいません、 LGBT バイアスをなくしていくにはどうしたらいいかというと、まずはそうは言っても司法というのは社会の一部ですから、LGBT に対するバイアスが社会全体においてからなくなっていく、このことがまずは重要であろうと考えます。そういう意味では、古くはそのジェンダー、あるいは女性に対するバイアスですね、そういうところからも女性男性という性別におけるバイアスというものが、少しずつですがいろいろと、法制度がなって解決してきたけれども、まだまだの状況にある。あるいは、LGBT に関して言えば、いくつかの、条例ですね、地方自治体においてごくごく象徴的な形では、例えば、同性カップルについても何らかの法的な保護を与えようというような動きはあります。社会において2000年以降その LGBT に対する認識ですとか、そういったものは確かに急速に進んではいるけれども、法的な面でどうだろうかというふうに冷静に考えてみると、私は必ずしも、非常に進んでいるとか、そういうふうに言える状況ではまだまだないのだろうと。だからこそですね、法がないからこそ、法が十分でないからこそ、おそらく、司法関係者の責任ですとか、あるいは裁判を通じた個別の救済というものが重要になってくるんだろうと考えます。そして、もう一つはやはり法曹界においていろんな人が意見を言えるような環境がある、あるいはいろんな人がそもそもで構成されているということが重要になってくるかと思います。ここもまだまだ、ハードルが高い状況かと思います。 LGBT の方がどのくらいいるかなんていうのは、そもそも、まあ、もちろんなかなかこう把握することは難しいわけですけれども、性別というジェンダーということで考えてみるならば、弁護士に関してはまだ 18%、 20% いない状況ですね。裁判官、検察官もようやく 20% から 25% の、まだ25は言ってませんね、くらいの状況になってきたという状況ですので、いわゆる国で言っている少なくとも男女共同参画というレベルでの 20-20-30 という言葉がございますが、2020年までにあらゆるリーダーシップ層に少なくとも3分の1は女性を、 30% は女性が占めるようにという目標はほぼ絶望的なのが司法界です。ましてや LGBT のことについて、考えたり、あるいは当事者の立場になってこれを擁護していこうという人がどれだけいるかというと、なかなか厳しい状況にある。だからこの問題を多くの方は認識する必要があるんだろうと思います。もう一つの方法というのは、司法に携わる全ての構成員が自分がバイアスを持っているということについて気づくことだと思います。
実はバイアスというのはいろんなバイアスをみんな持っていて当たり前なんですね。それぞれのこれまで生まれてきた環境の中で培っていくのがさまざまな価値観であり、その中には少なからず偏ったものも入ってるんだ。そのことをまずは全ての司法関係者が自分で認識することが重要だろうと、考えます。でこのカバンをドアの外に置いていくというのはどういう話かと言いますと、実は日本ではまだまだこういったこと行われていませんけれども、アメリカ、ヨーロッパ、ないし、オーストラリアですねのあたりでは司法関係者が、ジェンダーないし LGBT に対するバイアスをなくすための訓練を受けるというのはもう一般的になっています。で、4年前ぐらいになるんですけれども、放送関係者で、欧米のそういった訓練をしている方ですねについてをお招きして、私たちも実際にそのワークショップに参加してやってみようということを言ったんですね。その時に登壇された方がおっしゃったことです。まずは自分で自分がどういうバイアスを持っているか、絶対固定観念として男ならこうすべき、女ならこうすべき、あるいは LGBT の人っていうのはきっとこうに違いないとか、そういうものをどこかで感じている。まずはそのことに気がついて、あ、私は人としてこういう価値観を持っているんだというのをまず認識する。その上でそのカバンを自分が法廷に立つ時には必ず外に置くように意識する。そのことが重要なんだとおっしゃってたんですね。個人的な価値観というのは専門職としてはどんな価値観を持っていても、それはある意味それが専門職に影響を与えない限りは問題ないと思います。ただしそれはなかなか難しいことであって、重要なのは自分が専門家として仕事をするときに可能な限り自分のバイアスから離れようと、を手放そうというふうに意識することだと思います。これ実際にどういうワークショップをしたかと言いますと、残念ながら今日は時間の関係もありまして、全てを披露するわけにはいかないんですけれども、全員に紙を配ります。その中にはお話が書いてあるんですね。でしかも実はそのお話、5人ぐらい登場人物が出ます。例えば、A さんと B さんというのは、婚約していた。ある日女性の方の A さんがですね、B さんがいる川向こうに渡ろうとしたら川がほとんど氾濫していてボートが必要になった。ボートを貸してというふうに C さんに言ったところ、 C さんは自分とセックスするんなら貸してあげると言った。でそれが嫌だったので他の D さんという人にお願いしたところ、 D さんの方は私は貸してなんかあげないわと言ったと。で仕方がないので C さんとセックスをして A さんはボートで向こう側に渡ったと。そうしたところボートを貸してくれなかった D さんが、あなたのフィアンセはあの人とセックスしたのよというふうに B さんに言ったと。さて誰が一番悪いだろうかっていうのを、実は ABCD の性別を人によって髪を変えてですね、考えさせるんです。そうするともういろんな答えが出ます。そしてどうしてあなたはこの人一番悪いと思ったの、どうしてあなたはこの人一番、悪くないと思ったのというところに、おのずからいろんなジェンダーに対するバイアスが入ってる、価値観が入ってるということに気がつくんですね。でそんな、ワークショップをやって、あ、なるほどと、自分はこういう価値観を持っているんだというのをまず認識する。一番重要なのはやはり自分がどういう価値観を持っているか認識して、それを努めて専門職としての仕事の中で出さないようにする訓練をすることだと思います。他にごくごく最近の取り組みということで一つ紹介をさせていただきたいと思います。ニューヨーク州の裁判所においては、リチャード・ファリア LGBTQ コミッションという委員会が2017年、ごくごく最近ですけれども立ち上がったという話です。ニューヨーク州最高裁判所判事で、LGBTQ の権利の擁護者であるリチャード・ファリアさんという人の名前を付けた委員会で、何をやっているかというと LGBTQ コミュニティの抱える、問題を取り上げる委員会だったんですね。でミッションステートメントの中でどういうことが言われているかというと、この委員会は性的指向、ジェンダー、アイデンティティ、ジェンダー表現に関わらず全ての人に裁判所への平等な参加とアクセスを促進することに努力すると。この使命を達成するために委員会は裁判所における多様性を確保、保護し、かつ強化し、LGBTQ の司法関係者、非司法関係者の参加を促進するというふうになっています。裁判所がこういうことをこう自分たちで先導してやっていくという空気はなかなか日本にはないんですが、ただ非常にやはり重要なことなんだろうと思います。法を通じて、あるいは司法を通じて、そういった LGBTQ の人たちの権利を擁護していくんだという動きが一つ、アメリカではあるという話です。では
日本の文脈においてはどうだろうかと、いかにして、放送の LGBT に対する、理解を深めていくかというふうに考えたときに、やはりいろいろなプロセスにおいてですね、理解を促していく、認識を促していくということに尽きるかと思います。まずはやはり、主要な、放送養成の過程である法科大学院ですね、ここで教育をすると。で、少なくともジェンダー法というものを設置して、ジェンダーの問題、そしてその中で、LGBT の問題というのを必ずカバーするということが求められていると思います。昨今法科大学院を、取り巻く状況というのは必ずしも、楽観視できる状況ではなくて、多くの学生あるいは多くの大学においてですね、司法試験に関連しない科目というのは、なかなかお客さんが来ないという状況はあるようですが、ただ一方でですね、先ほど谷口先生に伺った谷口先生も持たれている中央大学のロースクールのジェンダー法でも今年割と人が多かったという話を伺いましたけれども、早稲田も過去5年間では最高の登録者数27名も来たんですね。おそらく多くの方が関心を持っているし、実務に出た時にこれ必要だという認識も持っている。ならばそういう学生にきちんと授業を提供するということが一つ放送養成に携わる人の責務かなと考えております。さらにはやはり司法試験が終わった後ですね、司法修習において座学でいいので、そこでもう一度講義として必修化すると。これ残念ながら今なされていないんですね。セクハラ研修はあるんですけれども、LGBT について必ずカバーするというふうにはなっていないと思います。個別にもしかしたら地方に行った時にですね、やってらっしゃるところもあるかもしれませんが、最低限の知識を学んでおくことというのは、これは専門家のも責任の問題だと思います。例えばですね、こちらにここにいらっしゃる方はおそらく理解もあって関心もある方ですので、そういうふうに言われると驚いてしまうかもしれませんけれども、人間に体の性と心の性、ジェンダーアイデンティティと、それから性的指向という3つの性のそれぞれが違うんだよという話すらわからない方っていうのがいるんですよね。で、例えばですけれども、そういう方が、実際に接見に行って、その場で実は私そんなことなかなか被疑者被告に言わないんでしょうけども、どうしても仕方がなくてゲイなんですって言われた時に、それって何、性同一性障害とか、そういう形であったらもう絶望的に信頼関係は築けないということになるわけですよね。ですからやはり最低限の知識というものを学んでおくというのは、専門家としての、責任だと思います。で、さらにはこの分野というのは絶えずですね、新しい課題が出てきたり、あるいは新しい発見があったりとかする分野ですので、継続的に、全ての放送関係者がですね、教育を受けていくということが必要であろうと考えております。はい、私の話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。石田先生ありがとうございました。それでは続きまして森先生からお話をいただきたいと思います。森先生よろしくお願いします。こんにちは、福島朝日法律事務所の弁護士の森と申します。私は西村朝日という事務所におるんですけれども、その前に裁判官を10年ほどやっておりまして、今は弁護士としては13年ちょっとですね、14年目になったところなんですけれども、裁判官としては最初東京地裁におりまして、その後留学をいたしました。後で最高裁の民事局というところで倒産法改正なんかをやったりして、その後福岡で労働部にいたりして、先ほどセクハラの話がありましたけど、セクハラ事件なんかはそこで結構あったりしましたけども、で高裁と私の認定とまた違うものもあって、またもし後でお時間ありましたらそういう話も差し上げられるかと思うんですが、その後は西村朝日という、当時西村東京だという事務所ですけれども、そちらの方に移りまして、今弁護士をさせていただいているということです。それでこのLANの関係なんですけれども、LANについては皆さんこの連続講座なんか会によってこれ来たり来られなかったりされる方が多いということで、一応改めてご紹介しておくと、割と企業が中心になって、企業の法務の方と、あと
割と大手の法律事務所、それから外資系の法律事務所の方と一緒にこうした LGBT 問題について取り組むということで、法律家と新井を中心にする会なんですけれども、こちらの方にもゴールドマンサックス の, 藤田先生からお声掛けいただきまして、西村からも誰か出せということで、私も労働法も関係も扱うので出ることになったという次第でございます。で、LGBT 問題についてですね、放送として、どういった局面で関わりがあるかということについて、まず局面を考えていきますと、主に、その私的な関係と公的な関係で、私的な関係についても、その企業であるとか団体であるとか、そういう内部の関係と、あとそれの外部の関係というふうに局面が分かれるかなということでございまして、で典型的に分かりやすいところで言いますと、この左上の方で、ちょっと国会議事堂で貼ってますけど、国会に限らず、国ですね、行政機関、あるいは、その立法機関との関係になりますけれども、個人が、ある公的な資格を認められるかどうかという意味で言うと、婚姻ですね、いわゆる同性婚の問題であるとか、里親になるかどうかというようなことであるとか、公的な利用、公的なサービスの利用をしたいということですね。それは社会保障もありますし、公的な施設の利用であったり、あるいは、その在留資格の問題というのも、この公的な資格が認められるかどうかというところの一つになってこようかと思います。こうしたものについて、それぞれの要件との関係で認められるかどうか、こういったものは一つ裁判の対象になりうる事象であるかということになるかと思います。で、あと次に左上から左下になりますけれども、直接の関係のない方々ですね、会社等の関わりのない方でも、ヘイトスピーチとか差別的な扱いへの対応というのが、これは一般不法行為ということとの兼ね合いで問題になると。で、右側に行きますと、一応会社っぽいビルの絵描いてますけど、使用者との関係では、その使用者との雇用関係に基づく、施設としては、例えばトイレの利用であるとか、あと健康診断の問題、これは男として扱うのか女として扱うのかっていう、トランスジェンダーの問題が一番大きな問題かなというふうに思いますけれども、で、あと執務環境整備ですね、横でいろいろとこう性的な発言されている中で、特に LGBT について、差別的な発言をされたり、それについて不快に感じられるような発言があった場合の、その職場の環境整備義務違反というようなことで争われる場面もあるでしょうし、あるいは福利厚生ということで、社宅の利用なんかも典型例ですけども、あとは結婚祝い金出すかとかですね、家族手当出すかとかですね、そういう問題もあるでしょうし、あるいは会社内部の問題として、もちろん使用者との関係でも問題になりますけども、従業員との関係同士で言うと、セクシャルハラスメントの問題は、これはもちろん異性間に限らず同性間でも成り立ちうるというところで、LGBT の場合に特に成り立ちうる問題であろうかと思います。で、あと団体への入会とか入社、施設サービス利用というふうに書いてますけども、この連続講談の中でも府中の青年の家事件なんかを扱っておられると思いますけども、そうした特定の施設なんかを利用しようとした場合に、断られてしまうというようなことがあると、そうしたものについて利用資格があるのかどうかということが、地位確認であったり損害賠償であったり、そういうことで争われるということがあろうと思います。東京オリンピックで使われる霞が関カントリーなんかも、もともと男子のみみたいな、正解は男子のみみたいな規制になっちゃったと思うんですけど、私的な団体ですので、基本的にはその私的自治に委ねられる部分もあるんですが、社会の情勢との関係で、そういった差別的な扱いが認められるかどうか、そういった局面にぶち当たることもありまして、そうしたものが果たして、資格をですね、貢献的に認める、あるいは、それを損害賠償の対象とするかどうかという場面が、一つ問題になりうるということもあります。で、今次にですね、司法的な判断における規範というふうに書かせていただいてますけど、先ほど、お話がある中で、裁判官について、特に放送関係者について、いろいろ
バイアスを持ってはいけないと、あるいはまあそのバイアスを持っていることについて自覚しなければならないというようなお話がいろいろあったかと思うんですけども、まあ、まさにそれはその通りだと思うんですが、まあ裁判官をやっていた経験で言いますとですね、もともとその裁判所の発想というものは物事の事象がまずあって、で、まあ、目の前にある事象についてまずそのどういう規範が世の中に存在するかということがあって、次にその規範に当てはめるべき事実としてどんなものがあるかということがあって、まあその事実関係を規範に当てはめるとどうなるかって、まあ一応その法学部の方がどのぐらいいらっしゃるかわかんないんですけど、最初の方でなんか法的相談三段論法みたいなのを習うと思うんですが、やはりその規範が何があり、事実が何があり、まあ、それについて当てはめをするというところになってこようかと思うんですけど、先ほどのですね、例えばセクハラみたいな、なんていうんですかね、そんな20分も抱きつかれて文句やらないのおかしいじゃないかみたいな話っていうのは、これどっちかというと事実認定の問題で、その事実認定の問題っていうのはその人 の, まあ、持っている経験則というか、基本的にはその経験則に基づいて認定するときに、まあ、どういった、まあ、証拠に基づいて、同じ証拠を見ていてもですね、事実認定が違うということは十分あるわけで、それはなぜ違うかというと、まあ、当然それぞれで、持っているバイアス、先ほどのバイアスが違うから、そのどういった形で認定するかというところが、まあ、用語で言うとですね、経験則という形になるかと思うんですけど、それぞれに持っている、あるいはまあ経験してきたことの違いによって、その経験則の違いから認定が違ってくるということはあろうかと思うんですが、まあ、同じ事実認定に至った場合のアウトプットもまあ違ってくると、まあ、そこも当然経験則の部分で補われる部分がありますけれども、まずはそのとりあえずどういう規範があるんだろうというところから入るのが、まあ裁判官のまあ常ではございまして、でまず最初にじゃあその世の中において規範としてどんなものがあるかというとですね、まあそれは当然制定法がある部分については制定法の解釈から入りますということになりますので、まあ例えば同性婚というものを取り上げるとすると、同性婚というものを一つ取り上げてもですね、別に同性婚に関する規律が世の中に存在するわけではないので、元をたどれば憲法ですね、憲法の24条というのがあって、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、まあ、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないと、まあ、そういう条文が、私も久しぶりに条文確認しましたけど、まあ、そんなものがありますというところで、で憲法の次にまああるのが、まあ、民法でございまして、まあ、民法の中にも当然婚姻に関する、規律があります。で実は婚姻の成立要件とか改めて見るとですね、これも法学部以来改めて見たのは久しぶりなんですけど、基本的にはその、婚姻当事者の合意があることのほかは、まあ、婚姻障害事由がないかどうか、あるいは、まあ、届け出意思に基づいて届け出ているかどうかというような話であって、別にそれ自体は非常にニュートラルな書き方になっているというものがございます。であとはまあその辺に伴ってその届け出をすれば当然戸籍がどうなるかという問題があるので、戸籍表がどうなっているかとかいう問題であるとか、まあ、国籍の扱いであるとか、まあ、あと付随的な問題として社会保障の関連がどうなるかと、まあ、そういったその様々な法律が関わる中で、まあ、同性婚という時に一般的に言われているのはこの憲法、民法、戸籍法あたりの問題だと思いますけど、じゃあそれぞれどう規律されているのかという話から当然入ることになります。でよく見落とされがちなんですけど、例えば同性婚の問題についてですね、その婚姻は自由じゃないかというんですけど、まあ、例えば婚姻の効果の一つとしては夫婦同氏ということで、同じ氏を名乗らなければいけませんという効果が生じたりとかですね、まあ、あと提訴義務は言うまでもないんですけど、まあ同居扶助義務あたりも多分その辺はご理解されていると思うんですが、姻族関係なんていうのも生じたりして、家族を巻き込まないわけにはいかないというような事象も生じたりするということがありまして、まあ、そういった中で、どういう解釈をしていけるのかということが問題になるわけであります。ですからまあ一口に先ほど申し上げたように同性婚といってもいろんな規範がある中でどこの問題なんだろうというその局面が、まあ、それぞれ問題になりますということですね。でそれから次に、抽象的な規範というふうに書かせていただいてますけど、まあ、例えば先ほどの、図でいうところのですね、セクシャルハラスメントであるとか、まあ
質問環境整備とかですね、まあ、ヘイトスピーチ差別的取り扱いとか、まあ、団体への入会とかもそうかもしれませんけど、まあ、これほとんどその何か規範があってというよりは、まあ、例えば会社との関係ですと使用者の安全配慮義務ということになりますし、まあ、あの契約関係にない当事者間の話ですと不法行為ということで、規範がまあ合ってなきようなものになってくるということになります。であとそういった特に規範が抽象的になればなるほど他の権利や、まあ、他の自由との関係はどうなんだろうということで、私的自治とか団体自治ですね、先ほどの入会資格を制限するとかですね、特定の人にしか利用させないということについてその団体で決められる部分というのが当然あるべきじゃないか、あるいはまあ契約で、それぞれの当事者で決めればいいじゃないかという部分があったりとか、保護されるかどうかは別として、まあ、物事の考え方がいろいろある中でその人が制限していることについて何かその背景であるとか理由があるときにやはりその人 その制限している側の方のですね、思想表現の自由というものも問題になってくる、まあ、その辺をどう折り合いをつけるのかということが裁判官の立場からすると当然気になると。で弁護士の立場からすればまあそこはこういうふうな措置を講じれば問題ないとかあるいは、まあ過去の規範に照らしてもこうあるべきだということをやっていくわけではあるんですけども、まあ、いずれにしてもそうそうこう一方方向からまあ光を当てられるという問題でもないということになります。であと司法の機能と役割というふうに書かせていただいてますけど、まあ、日本においてはこれも法学部生の方がどのぐらいいるか分からないんですけど、まあ、いわゆる司法消極主義付随的審査制というのが取られていまして、まあ、例えば同性婚なんか論じるときに先ほどの憲法24条で、同性婚は禁止してないじゃないかと、まあ、もちろん禁止はしてないんだと思いますけど、まあ、じゃあ同性婚認めないと違憲なのかどうかというものが、すぐに問題にできるかというと、まあ、抽象的に憲法に違反するかどうかということを何の利害関係も持たない人たちが訴え出ることができないという仕組みになっていて、何か具体的な事件があって具体的な権利侵害があるとか具体的な紛争性係争性のあるものがないと裁判所っていうものに持って向きもできないと。で持っていった上でもなお基本的にはその規範がない部分については立法で解決されるべきだという話になってきて、立法がないときには立法がサイレントで、まあ、どっちかについてまだ立場を取っていないのであれば、司法がしゃしゃり出て判断すべきじゃないというような、まあ、司法消極主義ですね、という立場が取られるので、憲法違反というものについても割と、まあ慎重になっているという部分があります。ですから、まあ、そうした制約の中で判断がされるんだという、まあ、背景はございます。でまあ、アメリカの裁判所行くと割と彼らは自由なので比較的法創造機能というのは果たしやすい部分はあるんですけども、やはり憲法41条ですね、まあ、立法権の関係で日本裁判所というのは比較的その辺は、まあ、ありていえば腰が引けている部分がかなりありますということでございます。で次にですね、ごめんなさい、こっちですね、規範とまあ司法判断の関係ということを書かせていただいておりますけれども、先ほども申し上げましたように、まあ、例えば同性婚の問題について言うと、これ本質的にはですね、当事者間の契約であります。これは、まあ、先ほど申し上げたように、憲法自体は両性の合意のみでできますと言っていて、で民法自体もその当事者間の合意がベースになって一定の法的な効果を認めるという立て付けになっているので、まあ、そういう意味ではその当事者間の合意すなわちまあ契約がまあ本質的な部分でございまして、まあ、先ほどのようにその夫婦のまず応じの問題であるとか姻縁関係の発生なんていうことを除けばですね、婚姻関係っていうのはまあ基本的には契約関係でも規律できることが多いんですけど、まあ、それに対して一定 のメリットや一定の義務を与えるかどうかということについては、まあ、必ずしもその民法なり憲法が直接同性婚について触れているわけではないというときに、まあ、裁判所が果たしてそうしないのはおかしいということまで言えるのかどうかということが、まあ、一つ引っかかってくる部分であろうかと思います。逆にですね、事実婚を
認めているというような法律も別途あります。例えば健康保険法であるとか国民健康保険法、厚生年金法等々、まあ、社会保障に関わるものについてはわりかしその事実婚の部分を認めていますということがありまして、で事実婚としてまあ事実上婚姻関係と同様の状態にあるという場合にその配偶者と同じようなメリットをそれを受けることを認めているというようなことがありまして、まあ、そうしたものにの違憲についてはこの事実上婚姻関係と同様の状況にあるかどうかの先ほどの規範の当てはめの事実認定の問題に入っていくことができるという状態が初めてできるわけですね。でそうすると戸籍上婚姻関係がなくてもここの婚姻関係と同様の状況にあるかどうかを判断すればよくて、それについては同性婚がダメだという理由があんまりないので、まあ、そういう意味では比較的規範の部分はクリアして次に入りやすいということが言えます。それからさらにですね、次に行きまして、ハラスメントとか差別的な扱いについてはこれは先ほど申し上げたように規範自体が非常に抽象的でありまして、別に何か決まったルールがかっちり書かれているわけではないので、まあ、裁判官の多くもその社会の情勢、まあ、社会通念という言葉で大体片付けられてしまうんですけども、過去の裁判例もそうですし、まあ、先ほどのような統計のデータがどうだとかですね、まあ、そういうものも含めて、社会情勢がどうだということを踏まえて、判断するということが、まあ、比較的やりやすい部分にはなります。であと先ほど他の自由との関係がどうなのかということを申し上げましたけれども、当然私的自治団体自治というものはありますが、それが一定の制約に服する場合ということは当然ありまして、例えば、まあ民法的な契約であっても公序良俗に反した扱いも認められませんし、まあそうしたことで、差別的な扱いが是認されないというふうに判断されるときには一定の地位を貢献的に認めたり、まあ、あるいは損害賠償を認めたりということも当然あり得るということになってまいります。で、まあ、世の中当然随時変わっていくわけでありまして、こうした社会通念の変化に応じて判断できる場面に至りますと、裁判所としては比較的動きやすい、まあ、あるいは先ほどのところに戻って事実上婚姻関係と同様にあるかどうかという、まあ、事実状態を問題にするのであれば、規範がそういった事実状態を問題にするので入りやすいということがありますけれども、フォーマルな部分ですね、婚姻の届け出があるかどうかで仕切っているような部分についてはなかなかやりにくいというところはあろうかと思いますし、まあ在留資格なんかだと結構、例外を認めていたりとかですね、まあ、あと在留資格の場合外国人だと外国では婚姻が認められている、同性婚が認められているという場合もあり得るので、まあ、そうした場合も含めればわりかしいける在留資格を認めろと言いやすい場面は多いのかもしれませんけども、まあ、そうしたところが普遍的に他の場面にも当てはまるかというとなかなかそうもいかないですねというところは出てきます。であとですね、今裁判所を前提にする話を差し上げましたけど、私も弁護士会なんかでも割と ADR っていうもの、裁判外紛争処理手続きっていうものを、進めることで、まあ、いろいろそういう委員会活動とかもやっていますし、まあ、実際に ADR の斡旋にもやったりするんですけども、民事の紛争ですね、先ほどのようにその公権的な立場とか公的な立場を認める紛争じゃない類型の紛争の場合で一定のものの利用とか資格とか認めろという場合に割とこの ADR というのは一つの選択肢になるかなというふうに思ってまして、例えば弁護士会 ADR の中で例を言うとですね、全然その法的紛争でも何でもない結婚式に親が反対しててなかなか参列してくれないというので申し立てを受けて、それを調整してなんとか納得してもらって、結婚式に参列を得ることができましたっていうのは、まあ、そんな案件もあったりするというぐらいでして、これなんで言ってるかというと別に法的な権利を背景にしないということですね。法的な権利義務関係を必ずしも背景にしないところでも、そうしたその紛争関係について調整を図ってやっていくというのも、まあ一つまあ今もそうですし、まあ、今後より一層放送の活躍する幅として広がっていく部分かなと思いますので、まあ、そういった意味では必ずしもその法的な権利義務にこだわりのない実質的な解決を得るという選択というのも
探っていくのも放送の一つの役割かなというふうに思います。とりあえず私の方からは以上でございます。どうもありがとうございました。森先生ありがとうございました。それでは、続きまして、阿部先生から、お話をいただきたいと思います。ちょっとここですね。皆さんこんにちは、弁護士の阿部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、弁護士になって今13年目ぐらいなんですけれども、最初の10年間ぐらいは企業側の、労働法専門の、事務所におりました。で3年ぐらい前にこちらの今の事務所に来て、ほとんど労働法の企業法務をやっているということになります。でお恥ずかしい話ではあるんですけれども、私自身もですね、率直に言ってその数年前までは LGBT に関してという知識理解というのはほとんどなかったんですね。労働法やっていながらというふうに思われるかもしれませんけれども、本当に今さっきの石田先生の話を聞いて、これは良くないなというふうには改めて感じた次第なんですけれども、で、最近はそれで先ほど森先生からお話にあったこの LAN という団体に、一緒に活動させていただいているというよりは、むしろ勉強させていただいているといった方が近いのかもしれないんですけれども、そこで少しずつですね、皆さん の LGBT の、理解を深めていこうというふうに考えていることところであります。で今日はですね、私の方からは弁護士の立場からということで、弁護士というと、基本的には役割というのは日々 の労働、あれは知らない、法律相談ですね、法律問題を解決していくというのが主な仕事ということになるわけですけれども、その中でどういうことが問題になるのかとか、どういう理由からですね、放送、弁護士が、LGBT について知っておかなければいけないのかと、そういった観点からですね、お話をしていきたいと思います。つまりちょっと私風邪をちょっと引いてしまいまして、若干声が割れてますけど、ご容赦いただければと思います。では最初にですね、大きく分けてその弁護士の立場での相談を受ける場合っていうのは、一つはその当事者ご本人から、ご相談を受ける立場という場合ということと、もう一つは我々のような企業法務ですね、企業の立場から相談を受ける場合と、大きく分けて2つあるのかなというふうには考えております。で、まずはそれで、当事者からのご相談があった場合というどういうことがあるのかっていうのをご紹介したいと思うんですが、残念ながら私自身もですね、あまり、企業法務ばかりやっていて当事者からのご相談というのはほとんどなくて、結構これは私の知り合いのですね、弁護士さんから結構受け売り的にお話聞いたというところもあるんですけれども、でまずですね、最初に弁護士の、相談、法律の問題と言って思い浮かべるのは、裁判だと思うんですね。で、実際にやっぱり当事者から相談を受けて訴訟をするということは非常にというか、一般によく行われているということになります。で今回のこの連続講座の第1回でもお話しあったと思いますし、先ほどからもお話ありますけれども、例えば府中青年の家事件ということで、これはその同性愛者の団体に対する青年の家の利用の申し込みを断られたということに対する損害賠償請求が行われたという事件です。でもう一つこの下に S 社事件というのを書きましたけれども、これは配点拒否を理由とし、配点拒否等ですねを理由とした懲戒解雇の事件ということになります。でこの場合はですね、トランスジェンダーの、社員が、女性の格好をしてきたと、配点の話もあるんですけれども、女性の格好をして、会社に行きたいと言って実際に女性の格好をしてきたところ、会社側はそういう女性の格好はしないようにという業務命令を出しましたと。それに従わなかったということが、懲戒解雇の理由の一つになっています。でこれも、労働者側というか、トランスジェンダーの方についた代理人がこれを争って、で、これを無効と認めさせたということで、こうやってまずその当事者の方々の、権利の救済をするというのが、まず一つ弁護士としての重要な役割にはなるわけですね。でただですね、ここで一つ申し上げておきたいのは、これで勝ったからじゃあそれで終わりですかというと、本当はそうじゃないはずなんですね。
例えばこの府中青年の家事件で言えば、じゃあ不承認で損害賠償請求ができましたと。でそれはもちろんその権利の救済になりました、お金が国から払われましたということになりますけども、そうではなくてその後にちゃんとじゃあ青年の家が使えるようになりますかというところが実は大事になってくるわけですね。でもう一つのこの S 社事件の方も懲戒解雇無効になりましたと。それ無効になったのはそれは本人の権利救済になるわけですけれども、じゃあ無効になったらどうするのかと、当然ながらその S 社に帰ってくるわけですよね。そしたらじゃあその S 社の方でどうやって受け入れてからいいのかと、そういうことを今度考えなきゃいけない。そちらがむしろ今度 の我々のような企業法務の人たちが検討して一緒にまあ企業の人と考えていかなきゃいけないということになるのかなというふうに考えています。で、まあ、そういう意味でその裁判といってもいろいろな局面というのがあるかなとは思っているんですけれども、まあ、それ以外にもですね、当事者からのご相談というのはまあ本当に非常にいろんなところがあるというふうに伺っています。で家事事件で言えば、まあ、これは主にその同性愛者の方々だと思うんですけれども、まあ、当然ながら法律上 の夫婦にはなれないということで、まあ、相続ができないと。そうするとじゃあどうしたらいいんだって遺言書を書いてくださいとかですね、そういう話になります。で、もちろんその亡くなられた時に法律の遺族ということにならないので、じゃあ遺体の引き取りはどうするのかと、あるいはその葬儀は誰がするのかといったことで、まあそれこそまあ、亡くなられた方のご両親であったりとかそういったところと、まあ、トラブルになったりするということもあるかなというふうに思います。で、まあ、離婚に関しても、まあ、法律上の婚姻がないので法律上の離婚ということもないわけですよね。でそうするといわゆる裁判離婚のようなことっていうのはありえないので、まあ、最終的にはさっき森先生がおっしゃってた ADR を使うということもあると思いますし、あるいはもう本当に当事者間で別途合意書契約を結ぶといったことにもなるのかなと思います。で同様に子育て親権というのも当然ながら親権を持つ方々というのはその同性パートナーであれば実際に産んでいる方あるいは実際に親権を持っている方って一人だけになっちゃうわけですけれども、それ子育ての時にどうするのかと、まあ、いろいろ不便が生じたりするわけですね。でさらには精子提供契約というふうに書きましたけれども、まあ、例えば女性パートナー同士なんだけれども子供が欲しいといったときに別の男性から精子を提供してもらう。そうすると法律上はその男性の方に、神経が生じる可能性があると。それ認知するかどうかという問題もその認知しないようにするとかですね、まあ、そういった契約を結ばなきゃいけないということになります。であとはこの養子縁組ですね、まあ、これはこれも同性パートナーが、法律上 の血縁関係を作るというのを手段として今は使われているというふうに聞いていますけれども、まあ、そうした子たちの養子縁組段取りをするということはあるかと思います。でその他にも、刑事事件の場合ですね、まあ、こうした場合私もこれも聞いた話で恐縮なんですけれども、例えばその家族には自分が同性愛者であるということを言っていないんだけれども、例えばそのゲイバーとかそういう同性愛者の集まるところで事件を起こしてしまったような場合、特に何も制限しなければそこの刑事被告人として、ただ公開法廷ですので、公開の法廷でどこどこでっていう場所も明らかにされますと。で当然ながらそれまで知らされてなかった家族もそこでいきなり本人が言ってもいないのに事実上明らかに自分同性愛者だということが明らかになってしまうと。そういったことを、分かっていると家族に対してどういうふうに説明するであるとか、傍聴に対して配慮を申し入れるとか、さらに起訴状等にどのように書くかということを検察官と調整すると、そういったこともあるのかなというふうに思います。で、さらには労働事件ですね、これは先ほどからよくお話が出ていますけれども、採用時の性別の問題、これもよくお話ありますけれども、どちらの性別で記載したらいいのかと。でどういうふうな自分の政治人に従った、服装で行くべきなのかどうなのか、正直そこまでいくと法律問題だけの話ではないのかもしれませんけれども、そうしたことについてもお話を相談を受けることがあるということですね。でさらには採用後、トイレの問題等、トランスジェンダーの方であればそういった問題も当然出てきますということですよね。でこれは当事者の立場から弁護士の方に相談が来て、どういうふうに企業の改善を申し入れたらいいのかというような話で相談が来ることになると思われます。で
ただじゃあこういう、まあ、そういう意味でもですね、まあ、当事者からのご相談っていうのは、まあ、いろんな多岐にわたった相談があると思うんですけれども、まあ、残念ながらですね、まあ、この後でもちょっとお話が出てくるかなと思うんですけれども、今の、弁護士においてもそこまでじゃあ皆さんが LGBT のことについて理解があるかというと、残念ながらちょっと弁護士自身もそういう状況にはないと言わざるを得ないと思うんですね。でそうするとじゃあ当事者の人たちっていうのは誰に相談したらいいのかと、非常に難しい問題になると思います。とりあえず法テラスとかに行って当てがわれた弁護士さんに相談して LGBT なんですって言った時にちゃんと分かってくれる人なのかどうかが分からないと、そうするともう怖くて相談に行けないですよね。でそうすると、まあ、最終的には多分その当事者の方の中での口コミみたいなところでそういうことが分かっている先生に相談に行くということになると思うんですけども、これは本来ですね、誰もはその法律司法にアクセスできるかという問題という問題、司法アクセスというふうに言うんですけども、そういう問題の意思じゃないのかなというふうには思っています。でそういう意味でその弁護士に対して簡単に相談できない状況、そういう状況っていうのはやっぱりなくしていかなきゃいけないと。そういう意味でもやっぱり弁護士、個々の弁護士がですね、LGBT について理解を深めるということは、まあ、これ当然必要なことになってくるんじゃないのかなというふうに考えています。では次にですね、企業の方からのご相談ということでちょっとご紹介していきたいと思うんですけれども、まず一つ申し上げなきゃいけないのは、残念ながら企業からですね、まあ、私も企業法務やってますけれども、そんなにたくさんその LGBT に関する相談が来ているかというと、そういうわけではないんですね。やっぱりまだまだ非常に少ないというのが実態です。でまあ、理由としてはまず一つはカミングアウトしてない従業員がほとんどだということで、まあ、企業自身もそもそも自分の会社に、これもよく言われる話ですけど、 LGBT の人がいるとは考えてないと、だからうちの会社にはそんな人いないよみたいな感じで考えているので、そもそも問題意識がないということがあるのかなと思います。でもう一つはですね、考えられるのは、まあ、法律問題なのかというところだと思うんですね。まあ、先ほど来、企業でトランスジェンダーの方が例えば問題になる場面として、ここに書いてある服装の問題とか、トイレや宿泊施設の問題とか、あるいは健康診断とか取引先の問題っていうのはいろいろあるわけですけれども、法律で何かこう解決するっていう感じでもないのかなというふうに考えられている企業が、まあ、結構多いんじゃないのかなというふうには思います。まあ、当然ながらこういう問題っていうのは実際に当事者の方と話し合いをしながらやっていかなきゃいけないし、企業としてもできることできないことっていうのは当然あると思うんですね。例えばその会社の施設に入っているどっかのビルを借りているわけいるんだけれども、トイレはそのビルの所有者のところを持っている施設の中に自分たちの自前のトイレはありませんと。そうするとそこのトイレみんなが使うところなんだけれども、誰でもトイレっていうのはありませんと。そういう時にじゃあどういうトイレ使ったらいいですかっていうのは、まあ、それなりにその会社の人たちが誰でもトイレ作りたいと思っても作れるわけではないので、ある程度の制限がかかってきてしまうと、まあ、そういった問題もあるかなとは思うんですね。でちょっとまあすいません話それたんですけれども、で、まあ、こういうふうに多いとは言える状況にはないんですけれども、ただですね先ほどこれも森先生からもお話ありましたけれども、会社っていうのは、労働者に対して、安全配慮義務というのを負っています。これは健康とかそういったところに配慮 しなければいけませんよという義務なんですけれども、その一環としてですね、これよくハラスメントに関して言われることですけれども、職場環境を整備する義務というものを負っています。でこれは当然ながら要は何がどういうことかというと、職場でストレス、従業員がストレスを負わないような快適な職場を作ると。ハラスメントのあるような職場っていうのはそういう職場ではないですよと、それを防ぐために会社としてできる手立てをやってくださいねと、まあ、そういうのが職場環境整備義務ということになるわけですね。でこれもこういう義務を負っているということからすると、当然ながらこうした一番上の方に書きましたトランスジェンダーの人たちが苦労している問題ということっていうのは、まあ、中にはその違法かどうかっていうのは非常にグラデーション微妙な法律問題になるのかどうかっていうものもあるかとは思うんですけれども、中には当然会社としてやるべきことっていうのは当然出てくると思うんですね。
そういうことに関しての、ハラスメントの問題って、ハラスメント、すみません、対応っていうのをしなきゃいけないと思いますし、まあ、当然ながらですね、ハラスメントの問題っていうのにも取り組んでいかなければいけないと。すでにセクハラ、厚労省のセクハラの指針には、性自認とか、まあ、そうしたことに対するセクハラですね、残念ながらそれは素地ハラそのものに対する記載ではないですけれども、セクシャルハラスメントは、これも同様にセクハラになりますということは明記されているわけで、それに対してきちんとここに書いてあるような就業規則等で、禁止をするという明記を出すとかですね、あるいは対応窓口を設置するとか、さらにはこうした問題が生じた場合の迅速な対応をしてくださいねということが義務付けられているという状況になります。で、さらに言ってしまうとですね、じゃあこれ、まあ、さっきも言ったように多くの企業はそんな知らないよと、うちには LGBT の人いないんだからというふうに思ってると思うんですけれども、これもよくある話で、 LGBT の人たちっていうのはいないんじゃなくて知らないだけなわけですよね。カミングアウトしてないだけで、まあ、一般にはその人口の 7.6% といった統計もよく言われますけれども、一定数は必ずいると。だとしたらその人たちが、まあ、いるにもかかわらず辛い、要は人には言えないけど辛い思いしてるっていうのは当然ながらどの企業でもあり得る話だと思うんです。そうだとすればその人たちのために職場環境を整備する努力っていうのはもちろんしてもいいんじゃないのかなというふうには思います。でそれを、まあ、それもですね、あまりなんかあまり義務だとか、やらなきゃいけないのっていう観点から言うと企業の方もですね、だんだん嫌気がさしていっちゃうと思うんですけれども、もう一つ別の観点から申し上げたいのは、やっぱりこういうハラスメントのない職場というところがですね、企業の生産性を向上させると。これも、ご気になった方いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、Google が生産性に関する調査をしたところ、一番生産性の要素に重要だというふうに判断されたのが心理的安全性という言葉だったというんですね。で心理的安全性、要はそれはどういうことかというと、皆さんがストレスなく言いたいことを言える、実際 その生産性の高い職場というのは皆さんがですね、喋る時間というのが大体同じぐらいだったそうなんですね。そういうふうに考えると LGBT の人たちが言いたいことを言えないで辛い思いしている状況というのは、それは当然なら生産性を阻害するということになると思うんですね。だからどっちかというとそのマイナスをなくすっていうだけじゃなくて、よりプラスにしていく。この前の他の回でお話をされたゴールドマンサックスの稲葉先生とかも、藤田先生のお話によると、カミングアウトした後に生産性が非常に向上したということをおっしゃってて、やっぱりこう自分が言いたいことを言える状況っていうのは皆さんどんどん生き生きしてくるということのようだと思うんですね。だからそうした観点からも決してこういう対策を取るということは企業にとってデメリットばっかりの話、デメリットというかやらなきゃいけないというわけの話じゃなくて、むしろ積極的に取り組んでいった方がいいんじゃないかと、まあ、そういうふうには考えています。であとは、まあ、ここに細かい相談の対応ということで、就業規則の改正であるとか、まあ、あるいはその啓蒙活動の手伝いということで、まあ、研修の講師とかですね、まあ、これも LGBT に特化した研修っていうのはあまりまだ弁護士がいることは多くないですけども、先ほど申し上げたハラスメントの問題の一環として LGBT の方に対するハラスメントの話っていうのはすることは結構あります。で、まあ、最後に、まあ、今日、まあ、法科大学院の方々学生さんも、まあ、いらっしゃってるということで、まあ、将来もし弁護士になったらということでお話しさせていただいているつもりではあるんですけれども、やっぱりその、まあ、一つはやっぱり LGBT のご取得っていうのはまあ、それだけちょっと若干下世話な話ですけど仕事の幅が広がるとかですね、まあ、そういった観点もあるとは思うんですけれども、やっぱりそれだけじゃなくて今の現状が残念ながらそこまでこう LGBT の人たちがオープンにできる状況ではないということからすると、できることは本当にその日々の法律の相談なので大きなことではないとは思うんですけれども、それを継続的にやっていくことで我々が企業であったり個々人のストレスであったり、そういったこと、要は自分たちが皆さんが快適に、まあ、幸せに暮らすお手伝いができると、まあ、そこがそのためにまあ日々相談を受けていくというのが、まあ、弁護士の役割なのかなというふうに思っています。
ちょっとなんか最後まとまったんだかまとまってないんだかよくわかんないですけども、私の方からは以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。安倍先生ありがとうございました。それでは、ここで10分ほど、休憩を取らせていただきたいと思います。はい、それではありがとうございます。なんか自然に静まっていただいて授業もこういうふうに進むといいなと思うんですがありがとうございます。今日お三方から、LGBT と放送というテーマで話をいただいて、その放送倫理という原理的な部分から、裁判それから弁護という、具体的な部分まで、いろいろな視点から、お話をいただいたところでかなり具体的なご質問もたくさんいただくことができました。で、今休憩時間に4人で話していたらかなり難しいなっていうようなテーマもあったんですが気にせずに振っていきたいと思いますのでぜひお答えください、はい、それではまずそれぞれの先生方に個別に来ているものについて最初にいくつかお話をいただければと思います。まず石田先生に来ている質問として先ほどのボートの話があったんですがそのボートの例も含めてですねそういったその啓蒙をする場合にアメリカとかで何か興味深い具体例があればあと一つぐらい何か教えていただければというご希望でした。どうでしょうか。ご質問で伺ったのは確かその関心のない方も含めてですよね、どうやったら関心を持ってもらえるかという話だったかと思います。確かに実は私弁護士ではないんですけど別の事業の先生方 のジェンダー の研修みたいなものをこの間つい最近引き受けた時にですねその研修担当の方が終わってから教えてくださったのが実はジェンダーの研修やりますって言った途端にあるすごくいい人なんだけれどもその人が自分はジェンダーの研修なんか絶対に受けないってあえてこう言ってきた人がいたってだからそのいるんだと思うんですね。言ってそれこそそれはそれである固定観念なんでしょうけどもきっとジェンダーと法とかジェンダーの研修って言ったらこういうことをやるんだろうで実は自分は絶対そういうものは受けたくないとかそういう人もいるのでそういう人をおそらくどうやってそうは言っても理解を促していくかという質問と理解したんですけれどもやはりそれはまずは真正面からそのジェンダーという形の研修とかいうふうにしないということだと思います。例えば労働の先ほど森先生も安倍先生もおっしゃってましたけどもこれだけいろんな場面でですね家族法であっても労働法であってもそれから刑事法であってもどこでもジェンダーの問題あるいは LGBT の問題っていうのは引っかかってくるものなので個別のトピックを設定してその中の一つとして最近重要になっていることという形で最低限これは知っておかないと実務できないよという形で取り上げるあんまり真正面から全面的に取り上げないっていうのが一つの戦略ではないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。正面から取り上げないっていうのはやっぱりこの LGBT の問題がやはりその人の人生であったりとかその生活そのものに関わるものなのでいろいろな場面に関わってるからこそその正面だけではなくっていろいろなところで取り上げていくことができるんじゃないかっていうようなところかとも思います。ありがとうございます。森先生と、安倍先生に、共通の質問として、来ている点を一つ伺いたいと思うんですが実務をご経験されている中でその経験則の中に潜むバイアスっていうものをどういうふうに取り払っていけばいいかと石田先生の方からはバイアスっていうものに気づかなければいけないというお話があったんですが実務に携わる場合にそこに潜むバイアスっていうのをどういうふうに取り除いていけばいいと思うか、お考えをお聞かせくださいというご質問をいただいております。いかがでしょうか。先ほど、事実認定の話を申し上げましたけども2つの段階でバイアスがかかる局面が私はあると思うんですけど1つはある物事があるかないかというものを判断する上で一定のバイアスがかかります。でその上でその事実を前提にした時に当てはまるかどうかという時にも当然バイアスが入ります。でその2段階において、それぞれ自分がバイアスから逃れられないのでどういったバイアスがあるのかあるいはそれを違う局面から見たらどう見える可能性があるのかということを常に自覚することだと思います。例えば事実認定の場合に同じ証拠を眺めたときにこれを
例えば自分がそういった行為がないと思ったとして、逆にあるという観点からすればどういった検証ができるだろうかという目線を常に持つことかなというふうに思いますけれども、当てはめの場合もしっかりで、こういったものはこういった規範に当てはまらないのではないかと思ったときに、じゃあ当てはまるという立論からするとどういうことが考えられるのかということを絶えず検証するということかと思います。もう私も森先生と基本的にお話考えていることは同じなんですけれども、特にですね、裁判等をするときというのは当然ながら向こうの人に対する反論とかを考えるわけですよね。そのときにじゃあ向こうはどうしてこういう主張をしてきているのかと、それはじゃあどういう根拠に基づいているのか、そういうことを詰めて考えていくということになると思うんですね。でその時にある程度そうしたバイアスについても自分とはだからそもそも違う、労働事件なんかよくあるんですけれども、会社の考えていることと労働者の考えていることって当然違うんですよね。でそれが会社の意見が正しいっていうだけでは全くそれは話にはならないし和解にもならないということはよくあるんです。でそれ考えた時には必ずやっぱり向こうの相手方がどう考えているのかっていうのをやっぱり常に意識して、でそれが正しいか正しくないかっていうのはまた別の判断として考えなきゃいけないと思うんですけども、まずそれを知るという意識を持つっていうのが大事なのかなというふうには思っています。ありがとうございます。いろいろその対応の仕方がある中で、やはり何かの方から今日の話がどちらかというとこの当事者と非当事者というような対立構図で話されていたような印象からいくつか質問が来ておりますので、少しそこにも入っていきたいと思うんですが、そのバイアスの問題というものについて、いわゆるその LGBT 当事者の間におけるバイアスであったりとか、そういうものをどういうふうに対応していったらいいか、例えばその LGBT 当事者がその LGBT 当事者であればその LGBT 当事者のことは理解できているはずだというふうに思って対応してきたり、またそれはLGBT の問題だけではなくって、そのジェンダーの問題であったり、その女性が、女性として例えばその女性だから家庭を大事にすべきだというようなことを言い始めたときにとか、そういう場合にどういったそのバイアスと、当事者性という問題をどういうふうに考えていけばいいか、この点はぜひお三方からそれぞれお話をいただければと思います。いかがでしょう。非常に難しい問題で先に振られてしまったなというふうに思っているんですけれども、おっしゃる通りで当事者であれば分かっているかというと全然そんなことはなくて、先ほどの冒頭の例を出しましたよね。あれって誰が悪いかといったときに、実はその場にいた女性のこれもある若干バイアスが入るんですが、バリバリ働いている女性ほど一番悪いのはそこでセックスをしてボートを貸してもらった女性だって言ったんですね。で男性の方が一番その女性はかわいそうだって言ったんですね。でその女性の方々はあんなんバカだと、自分で水が引くまで待てばいいのにそんなことを乗って帰ろうとすることが女性がこの女性がバカなんだというような言い方をする方もいたんですね。でそう考えると女性であれば同じようにいろんな立場の女性の理解をできるか、立場を理解できるかというとそんなことはない。多分これは LGBT の方も同じはずなんですよね。ですからもしそれは放送、それ当事者間にまず大前提として同じ人属性、特定の属性であれば理解できるかというと全くそうではないというのを大前提として踏まえた上で、法律家としてこの人がバイアスを持っているなというのをまず分かった時にどう対応するかという問題なんだと思います。で法律家でも当然当事者であれば分かるかといったら、多分例えばそうですね、法律家自身が LGBT で LGBT の方を代理するとか、そういう場合にじゃあ全てその人を分かってあげられているかというと多分そうではない。そのことをまず大前提にして向き合っていくということかなと思います。私もそういう意味ではどこまで知ってるのかって言われると非常に難しいところはあるんですけども、やっぱりその LGBT の方からお話を聞いたりして思うのは、やっぱり LGBT って簡単にそんな一括りにできるもんじゃないなっていうことだと思うんですよね。で当然そのいろんなグラデーションがあるっていう、その段階っていうんですかね。だから私自身としてはやっぱり気をつけなきゃいけないなと思っているのは、常に自分が分かってないんだっていう前提に立って話を聞かなきゃいけないなというふうには思っています。自分の考えだけでこの LGBT ってこんなもんだよねっていう話をするのは
まあ、なかなか非常に危険だなというふうには思ってますし、私自身もじゃあどこまであの LGBT の理解できているのかっていうのは分からない部分もまだありますので、まあ、そういう意味では意識してやってるかなと思います。であとはまあそういう、まあ、法律家というか、まあ、弁護士の立場から話をするとすると、まあ、あくまで今森先生からさっきもお話ありましたように基本的にはやっぱりあの弁護士というのは法律の適用をどうするどうなるのか事実がどうなのか法律がどうなのかっていう観点から話をしますので、そのあたりでそのある程度その客観性っていうんですかね、あの法律に照らしたらこの事実だったら認められるとか認められないっていうのを、まあ、考えるところはあるのかなと思います。もちろんその中でのバイアスっていうのもあるわけですけれども、その何て言うんですか抽象化というか当てはめの段階である程度そこはあのバイアスをまあ、減らすというんですかね、減らした形で、判断していくということは意識するようにはしています。まあ、先ほど石田先生の話でもあるんですけど、よくあの女性の例えば離婚調停の時に女性の調停員の方が女性の当事者に厳しいみたいなことをよく言われるんですけど、LGBT の方が別にそれは厳しいとは思いませんし、多分いろいろな経験の中で自分がマイノリティであることで非常に狭苦しい思いをしたとか虐げられたことかそういう経験のところで共感できる部分っていうのはアドバンテージなんだろうと思うんですけれども、こういう部分はねこう思ったに違いないとかこういうことで困ってるに違いないっていうのはそれぞれ違うはずなので。まあ、そういうところがどのぐらいこうギャップがあるのかということをちゃんとご認識いただけるかどうかというところがポイントになるのかなというふうに思います。ですからあくまでもその同じようなポジションから見れる全体感からすれば同じようなベクトル同じような方向性から見れるというポジションにもありつつもやっぱり違うところはきちんとあるんだということを自覚されるかどうかの問題かなというふうに思いますけれども。ありがとうございます。そのバイアスというものについてこういうご質問も来ているんですけども、これは阿部先生からお答えいただければ また戻ってくる形でお答えいただければと思うんですが、バイアスっていうものは言ってしまえば絶対悪なんでしょうかというところですね。その絶対に持ち込むべきものではないのか、その必要なバイアスっていうのはもしかしたらあるのではないか、でそのバイアス自体をなくしていくっていうことは重要なんだけれども、これは本当に絶対に持ち込むべきものではないのか、それに関連してバイアスっていうのは本当になくせるのでしょうかというご質問ですが、いかがでしょう。すごい広いお話でなんて答えたらいいか分からないんですけれども、まあ、バイアス自体は多分なくすことはできないとは思うんですよね。でかつ人それぞれ多分違うんじゃないかと思います。っていうのはそれは生まれた環境が全然一人一人違うはずなので考え方も当然違う。逆に言うとみんな違うっていうことが前提なのかなっていうふうには思っています。でそういう意味ではその当然個々の価値観っていうのはあって当たり前だと思うし、そこで無理にそのバイアスをなくそうっていうのは言う必要ないんじゃないのかなとは思っているんですけども、むしろそのバイアスをできるだけ減らしていくためのツールが法律なのかなという気がしてるんですね。例えば不法行為という観点で言ったときにはいろんな考え価値観があるんだけど、結局それが故意過失によって誰かに損害を与えたんですか、誰かに苦痛を与えたんですかっていう観点で見るわけで、それはそこの個々の価値観がどうかっていうところは実はあんまりそこを問題視はされないというところはあると思うんですね。でその中でこれはちょっと明らかに問題だよね。例えば今問題になる今の今日のお話で言えば LGBT の人に対する差別的な発言であるとか、それっていうのはなくしていかなきゃいけないバイアスだというふうには思いますし、それは何でかっていうと法律上もおそらくこれは違法と判断されるであろうと、不法行為が成立するんじゃないかという観点もあるかとは思うんですけれども、個々人としても絶対その LGBT に対する差別はなくさなきゃいけないんだ、それはもう理屈としてはもちろん理念としてはあると思うんですけれども、で現実に特に今弁護士の立場だとその日々いろんな相談が来る中で、完全にセクハラだって完全になくすっていう状況になってない中で、その中のバイアスをじゃあ完全になくすっていうのはどういうことなのかっていうと、私ちょっとあまり現実的な話じゃないのかなという気はしてますし、やっぱり人間同士考え方違うのはそれはもう LGBT だからどうこうっていう問題ではなくて、人一人一人違うわけですよね。違うからトラブルが起きるわけです。でそれをみんな同じにしなきゃいけない、バイアス取り外さなきゃいけないっていうことではなくて、違う人たちがいる中でもストレスのなく過ごすことはできるはずですよねっていう
むしろそっちの考え方なのかなというふうに思ってるんですけども、石田先生どうでしょう。バイアス、必要なバイアスってあるんじゃないですかという質問がまず一つ目だったと理解しているんですけれども、何がバイアスかというところすごく難しい。これ突き詰めていくと哲学的な話になってしまうと思うんですけれども、例えばその女性は当然に家にいるべきで家庭を守るべきだというのはある時期までは日本においてはこれ規範だったわけですね。価値観として当然それが偏った考えだとかおかしい考えだというのはなかったけれども、今の社会通念上それはいや女性に対する固定的な役割だということになる。あるいは日本においてはなかったですけれども、多くのヨーロッパですとか多くの世界的な中の国において、同性愛者同士がですね性交渉することは罪であるというような形で犯罪にまでなっていたけれども、今はそれはそんなことはないということになっているということで、やはり社会通念とかその時代によって何がバイアスかというのがまず変わってくるというところはあると思います。でそれを踏まえた上で現在の社会通念上、じゃこれをもうどう考えてもこれだけ苦しんでいる人がいるんだから、これはやはりバイアスで直すべきだというふうな一定のこう何でしょうか考えとかがある程度またまたどこでそれがそのバイアスだという認識になるのかというのは非常に難しいんですけれども、そういう歪んだ価値観というものをバイアスだというふうに考えたときに、じゃあそれを全ての人が取り除いて仕事ができるかというと、やはりそれは先生方おっしゃってたように無理なんだと思います。ただ法律専門家としてはそれをできる限りやはり何らかの形で認識をしてできる限り入れないように心がけることしかできなくて、基本的に取り除くというのは無理だと思います。はい、ありがとうございます。なかなかそのやはり石田先生のお話ご声の中にもあったように、どうしてもそのバイアスっていうものを人は持ってしまうっていうようなところ、ただやっぱりそれを認識するっていうところとか、それをなるべくなくしていくっていうようなところでずっと試行錯誤し続けるのかなというふうに皆さんのお話を伺っていて思いました。でもう一つちょっとややこしいというか非常に難しい問題なんですが、お話の中でこのバイアスの問題とかバイアスを持たずに、例えばその LGBT あるいはそのジェンダーとかセクシャリティに関して苦しんでいる人たちを助けていこうというような話ではあったんですが、逆に LGBT の人を差別している側であったりとか、その LGBT の人たちに対して何かその加害を加えている人から何かの依頼が来た時ですね、そういう場合に一体どういうふうにそのクライアントと向き合っていけばいいのか、例えばおそらくその例として考えられるのはその LGBT に対して差別的な発言をしたりとか差別的な行動を取ったことによって企業解雇だったりとかその懲戒に該当したっていうことに対して、それは不当じゃないかっていうふうにクライアントが申していたときに、一体どういうふうにそのクライアントと向き合えばいいか、その自分自身がその例えば LGBT に対して認識が強かった場合、認識関心であったりとかそのサポートしていきたいというふうに思っているにもかかわらず、そうではない側から依頼が来たときとか、どういうふうに対応すればいいか、かなりこれ放送倫理 の根幹に関わるような問題かとも思いますが、どなたからいきましょうか。はい非常に局面によって違うかなというふうには思うんですけれども、まずは、お話を聞いた上でどういう方針でやっていくかについて、ある程度お話をした上でその方針について理解が得られるか得られないかで、受任をするかどうかを決めるんではないかというふうには思います。ですから例えば先ほどおっしゃったような解雇されましたとかですね、あと差別的な発言をしたけども自分は何も悪いと思っていないというような時に、例えばこちらとしてそれはさすがにアウトだろうと、例えばきちんとお話し合いをして和解で解決しましょうと、であなたは悪いと思っていないかもしれないし、私も別にその考え方自体を否定するつもりはないが、客観的に見て向こうが傷ついて、でそれによって精神的苦痛を被っているという事実がもしあるとするならば、やはりそれに対して謝罪をするかどうかともかくとして何らかの保証をして、解決するということでお話し合いをするという方向性ならば私としてはお受けするけれども、どうかといっていやいや私はあくまでも戦うと言われればちょっと私はそれはできませんという話かなというふうに思っておりますけど、私はちょっと森先生ほどちょっと余裕がないのでですね多分お断りするっていう選択肢はなかなか取りづらいかなとは思っています。
でただ、もちろんそれで、まず最初にお話聞いて、でさっき申し上げたようにだまあそれまあ会社が勝てるのか負けるのかっていうまあ簡単に言っちゃうとそういうことですよ。法律的に争われたときにこれ不法行為に該当して会社が損害賠償を払わなきゃいけないのかどうか、まあそういう観点からまず考えるわけですけれども、まあその上であくまでも会社の人がまあそういうふうに頑なに何が悪いんだと言ってたとに対してどういうかっていうと、まあ率直に言えばまあこのまま行くと会社負ける可能性が強いですよという話を、まあ、むしろ端的にするということですかね。であとはですね、今まさに森先生がご説明したように、まあ、なんですか、物は言いようと言いますか、ただ単にあなたの考えは間違ってるよっていう話をしたってそれは受け入れてもらえないわけですけれども、そうではなくて今の状況からすると、まあ、そういう意味でその法律論というのはそこら辺非常に便利なんですけども、あなたはそう考えているかもしれないけれども、法律的に言ったら、あるいはこの今の社会の情勢からすると残念だけど負ける可能性が強いですよと、それでもやりますかというふうな話し方をしますし、まあ、それで、まあ、どうしてもやるというにしても、じゃあそれでも負ける可能性が高いのをじゃあ分かっていながらやるっていうのは得策ではないから、まあ、早めにじゃあ和解をした方がいいですよとかですね、そういったアドバイスをするとか、いろいろですね、やりようは実はあるかなとは思っているので、まあ、本当に負けると分かっててもまあやるかと言われたときに本当にやるのかっていうのはまた難しい判断とは思いますけれども、まあ、そこまでもうクライアントが言うならどっちかというと弁護士の方からするとリスクはある程度やっぱりきちんと伝えなきゃいけないなとは思ってるんですけども、最終的にクライアントがそれ判断したということであれば、それはまあある程度腹くくってやるっていうケースもあるかなというふうには思っています。実務家でないので、ただ私大変興味深く、はい、先生方のお話を伺っていて、むしろ伺いたいんですけれども、その自分ではこれはどう考えてもこの人は LGBT に対してすごく差別的なだなというような、あるいは、まあ、LGBT でだけではなくていろんな依頼者の方っていらっしゃると思うんですよね。そういう時に実はどこまでその依頼者に変な話教育すべきかっていうと、それ多分教育ってちょっと違うんじゃないかなと私自身は思っております。その当事者は当事者でそのいろんな自分の判断があるので、それがやはり法的に難しいですよとか、これは法的には成り立ちませんよ、あるいはもう法的にもう端的に違法ですよであれば、法律家として差別きちんとその適切な助言を与えるということはできるとしても、ご本人偏見を持った当事者を教育するというのはやはりちょっと難しいと言いますか、それは弁護士としてはどうなのかなというふうに毎回時々学生からそういうことを尋ねられて思うんですが、どうでしょうか。率直的な実感から申し上げると、やっぱ教育っていうのは無理ですね。やっぱり別にこのハラスメントの問題とか LGBT の問題に限らないんですけれども、特に、まあ、例えばその問題があると思って解雇したけれども、実は争われたら負けるっていうケースはもういくらでもあるわけなんですよね。でそうした時にいやいやこれはできないですよって言っても、いやあいつだけ許さんと固くなに言って全く言うこと聞かないっていう人たちはいっぱいいるんです。でその中でじゃあそういう人たちじゃあ私受けられませんっていうわけにはなかなかいかないので、さっき申し上げたようにですね、こうなんテレンテクだというかテクニックを使って話をしながら、でそういう意味で本当になんていうのさっきの石田先生の話じゃないですけども、分かってもらうっていうこちら側からもちろんいろいろな話はするわけですけども、本当に気づいてくれるかっていうのはある程度やっぱりその当時言われた本人がその気になって気づいてくれないとなかなか難しいっていうのが実感としてはあります。ですのでそれであまりこちらがそれこそこちら側の意見を押し付けると、それからそれこそ向こうの方からそれは先生の考えでしょと、私は違うからって結局決裂みたいな話になってしまうので、なかなかそこもですね、いくらこちらが正しいと言ったとしても聞き入れてくれるとは限らないっていうのが、まあ、難しいところでもあるし、まあ、そこが、まあ、ある意味現実的なところでもあるのかなというふうには思っています。私もほぼ同じなんですけど、基本的にその当事者とその同じ目線で対峙することはいたしませんので、自分の意見を自分の意見として言うということはあまりそういう場面ではないのかなというふうに思います。そういう意味では
あくまでも世の中の情勢なり、このままいった場合の裁判官がおそらく考えるであろう物事の見方としてしゃべるわけであって、私の意見としてそれは間違ってるからという伝え方をすることはまずないので、あくまでも自分が思っていることは置いておいて間違っているとしても、その、そういうことをおっしゃっていて、それはどっちかというと分かんなくても気持ちとしては分かるんですけどもとから入りながら、信頼関係を構築した上でないとお話は聞いていただけないので、あなたの言うこともあなたの言うこととして受け入れておりますというのがまず入り口でして、で一回受け止めた上で、でもそう見てくれない方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかと。でそうであるならば、例えばこういうリスクをずっと抱えたままやっているよりも、それあなたはそう思ってらっしゃるかもしれないけども、そういうことに伴うリスクというものがこういうものがいろいろあったり、こういうものの見方をされたりするのだから、そうであればこうしていった方がよろしいんじゃないでしょうかということを徐々に納得していただくという作業に入るのが通常であろうかというふうに思います。ありがとうございます。これに関連してもう一つ具体的な例として、先ほど私の方で企業の例を作って出したんですけども、配偶者が LGBT であることを理由に離婚を求めた場合どうなるのか、離婚が成立するのか、あるいはその離婚はとどまらせた方がいいのか、なんかいろんな考え方があると思いますが、このあたりいかがでしょうか。 あまり民事やられてないかもしれない。私の裁判官時代はもちろん有効時間使っておりますけども、婚姻継続しがたい重大な事由に当たるかどうかという話で、もちろん先ほどの規範の話で規範はありますということでした、あと当てはめの問題になりますということになろうかと思うんですけども、LGBT であるというだけで直ちにその当てはまるかというと、少なくとも裁判官によってよるとは思うんですが、私は大半の裁判官はそうは思わないんではないかというふうには思います。その LGBT であることによって婚姻生活においてどういう影響があり、なぜ継続をしがたいのかというところを解きほぐさないと実際に婚姻を継続しがたいかどうかは判断できないので、直感的にですね、感情的に嫌だっていうのをもちろん大思いになったりとかですね、この人と一緒に暮らさないと思う方がいらっしゃってもおかしくはないんですけど、それによって果たしてそれ一時的な感情なのかパーマネントにダメなものなのか、今まで積み上げてきたものは嘘なのかどうかということも含めて、どういう理由で継続できないんですかということを、やはりその当事者がきちんと自分の将来を考えるフェーズに来るまで観察させていただいた上 でその自分の将来を考えた上で、やはりこういう理由で継続しがたいということが見えるんであれば離婚事由があると思いますし、それがないのであればやっぱり一時的なもので回復に向かうべく努力をさせるんだろうというふうに思います。ありがとうございます。あとはいくつか、細かいというか具体的なところで解釈をめぐる問題も一つ取り上げて、おきたいとも思うんですが、厚労省 の, セクハラ対策のマニュアルの中に性的な情報の、噂のルフというものがセクハラに該当するというふうに書かれていると。でこの場合そのいわゆる LGBT に関連するアウティングというのもセクハラに当たるのでしょうかという、ちょっとこれ解釈に関わる部分ですが、このあたりもしお考えであったりとか何か情報をお持ちであれば一言お願いできますでしょうか。特に今情報があるというわけではないので本当に個人的な考え方になるかとは思うんですけれども、非常にそういう意味では広く考えるかどうかっていうところだとは思うんですよね。当然ながらそのアウティング自体がセクハラに該当するケースっていうのはあるとは考えています。ただそのいわゆるセクハラ指針というのはいわゆる性的な言動というのに限られていて、じゃあそれがアウティングのどこまでが性的な言動に含まれるのかというのは結構難しい問題だと思うんですね。で例えば誰かが同性の人と付き合ってるんだってよっていう話を流すと、これはおそらくそういう意味ではそのセクハラの問題、異性愛の方のセクハラの考え方に照らして考えると、そういった話っていうのは当然ながらセクハラに該当しうるんだと思うんですよね。ただそれに対してトランスジェンダーだということだけをもってセクハラに該当するのかっていうのはまたちょっとなんかいわゆるこれまでのセクハラの概念とは若干違うところだと思うんで、ただもちろんその性自認に関する話なので性的な言動という広い意味ではセクハラには該当しているのかなと思うんですけれども、
若干これまでのいわゆるセクハラとは違った言い方になるのかなとは思っています。そこがちょっとまあすみません微妙な話になるのか、場合によってはセクハラじゃないという判断される可能性もあるかなというふうには感じています。セクハラ定義の中にそもそもですね、就業環境を害するかどうかとか相手方が精神的苦痛を受けるかどうかというのが定義の中に入りますので、アウティングそのものは先ほど申し上げたお話があったように該当性はあり得るとは思うんですが、それが果たしてどういう目的でどういう対応でなされているかによって、実際にその相手方がその精神的苦痛を被るかどうか、あるいは精神的苦痛を被るであろうというふうな認識を持ってされたかどうか、あるいはそれ自体が就業環境を害しているかどうかによって判断されるのかなというふうに思いますけれども。ありがとうございます。もう一つですね、時間のかけもう一つぐらいですかね、もう一つ現時点でというところでもあるんですが、その今 のセクハラにも少し関係する部分かもしれません。性的指向を理由としてサービスの提供を拒否されたという事例において、損害賠償請求をする場合に、それはどれぐらいの勝訴率があるか、あるいはその実務上それはどういうふうに扱われるのかというような結構具体的なご質問なんですが、このあたりいかがでしょうか。これもケースバイケースだと思うんですけども、私が申し上げるならば、なかなか難しいですねっていうのは直感的に思うところです。そういうのはやっぱりその提供する側もある程度その提供するしないの自由がありますので、例えばその法的に差別をせずに与えなきゃいけないというようなことが規定されている場合があって、例えばですね、バスとか電車とかタクシーとかですね、そういうような一種の規制があってお客さんを差別してはいけませんという規範があるんであれば、それを差別していることについて合理的な理由はなしとして、それは不法行為だ、損害賠償だということはできるんだと思うんですけども、必ずしもそういうそのお客さんを等しく扱わなければいけませんという規律がない状態のところにおいて、果たしてそういうことができるのかというのは悩ましいですね。結構難しいんじゃないかというふうに思いますし、例えばトランスジェンダーの方が男風呂なのか女風呂なのかというのも、例えば公衆浴場だとあると思うんですけど、そうした場面に遭遇したときに、いやちょっとどっちにも入れられないからとお断りしたときに、それは果たしていやそれは差別だと言って損害賠償の対象にできるかというのはなかなか難しいかなというふうに思いますけども。はい、ありがとうございます。こういった話の中で今、ちょうど森先生の方からもお話があったように、その今やはりその法律の中で例えばその公的なサービスについてその性的指向や性自認に基づいて差別をしてはならないとか、そういったルールがない中で どこまで損害賠償請求ができるのかというところはかなりその今の立法の問題ともかなり密接に関わってくるかなというふうにも思います。で今日はお題が放送というところですので、どうしても立法というものは前提とした上でという話になっているわけなんですが、この、シンポジウムの全体のタイトルが過去現在未来へつなぐというところなので、その放送の立場から、立法に対して今こういう法律があれば放送ももっとやりやすいのになとか、そういったようなところがあればそれぞれお話いただいて、一応これを締めにさせていただきたいと思うんですが、もう一つですね、すみません、その立法に対して放送の立場から何か一言ということと、今日ロースクール生の方も何人かいらっしゃっているので未来の放送に一言お願いできればと思います。ですね、なかなかその悩ましいところであるんですけども、立法に関して言うと段階がございますというのがありまして、例えば基本法とかですね、そういうものができましたと、例えば、性自認に関する差別の禁止に関する基本法というものが例えばできたとして、それが国とか企業に対して、そういった差別がなくなるように措置を講じるものとするというような規定があったとして、それで大きく差別排除をするんだということが謳われた法律ができましたと。でそれで例えば裁判実務が変わるかといえばそれは大きく変わりませんということになります。なぜかというと、
裁判実務において使うのはやはり具体的な規範でありまして、そういうその抽象的な基本法をそのまま当てはめることがないからです。ですから あくまでも立法作業でやるのであれば、個別具体的な場面における措置が必要なので、まあ、そういう意味では私は倒産法改正の時は立法作業にも関わっておりますけれども、立法事実として何があるのかということが非常に重要で、例えば LGBT 問題に関して、 LGBT 問題はさで LGBT を差別するのはけしからんということだけ言われても、先ほどのような差別禁止はできるかもしれませんが、それが差別の廃止に引いてつながるかというと、具体的な裁判規範の中ではなかなかワークしないんですよね。ですからLGBT の方はこういう局面でこういうことに困っているんだと、まあ、例えばよく病院のですね、面会 の時に家族として扱われないとかですね、そういうその具体的な場面を想定して、どこの場面を規律するかということをはっきりした上で、ここ具体的にその手当てをしていただいた方が、まあ、裁判あるいは、まあこうしたその弁護士として法律を扱う立場からすると非常に動きやすいということはございますので、まあ、立法としてはそういったまあ、むしろ運動もそうなんですけど、どういった場面で困るのかを具体化して、まあ、それについて個別的な手当を伴った、もちろん基本も重要ですけども、個別的な手当を伴った措置をしていただくというのが法曹の立場から非常に有用かなというふうに思います。まあ、私も基本的な考え方としては同じなんですけれども、やっぱりその今も別にその今直ちにその LGBT に対する差別を禁止する法律があるわけではないですけれども、さっき申し上げたように、単純にさっきの不法行為に該当するものであれば LGBT の方に対しても損害賠償請求というのは認められるんですよね。でその中での括りで考えるということは現中でもできるとは思っています。もちろんですね、LGBT に関する例えばその差別の禁止であるとか、ソジハラを禁止するっていう法律規定があれば、それはより明確に根拠として用いることができるとは思いますし、まあ、そういう意味でその被害を受けた方々のが、救済を受けるっていうのはより容易にはなるっていうことはあるとは思いますけれども、基本的な枠組みとしては最終的には損害賠償請求とか、あとさっき申し上げた職場環境配慮義務、整備義務とかですね、そっちの範疇に入ってくるような話なのかなというふうには思っています。で、ただ他方で、まあ、そういうのはまだ全くないところ、例えばその今ランの方でも推進というか、まあ、それの実現に向けて活動している同性婚ですね、同性婚に関しては全く法律上 の手当がなされていないと、まあ、そうしたことに関してはやっぱり法律はあるべきじゃないかなというふうには思いますし、ないと本当に救済が得られないということになりますので、まあ、そこのために活動するというのも一つ、まあ、弁護士の役割としてはあるのかなというふうに思っています。先ほど森先生のお話の中で、確かその法がない場合、あるいは抽象的にある場合という形で法律化が、あるいは司法を通じてどういうことができるかというお話があったと思うんです。非常に分かりやすく整理していただいて勉強になったんですけれども、まさにやはり制定法を書くとどうしようもない部分というのがある気がして、今森先生がおっしゃったような同性婚の部分もそうですし、それからもっともっとやりやすいだろうなと思うのは、やはり労働現場の、まあ、雇用機会均等法にセクハラという言葉が入って、やはりそれは一つのこう大きなステップだったと思うんですね。裁判においてもこういうセクハラは禁止されているんだよというふうに言えたと。で、均等法にそれが入るかどうかというのは分からないですけども、やはりセクシャルマイノリティの方に対する配慮についてきちんと法律で定めると、そうするとやはり実務家としてはそれを使いやすく、それを使ってもっと救済の幅が広がったり、確実に救済できるようになるとか、そういうことはやはりあるんだろうなと思います。で、それに関連してですけれども、やはりこれから放送になる方、一つの今新しい職場として企業内の弁護士というのもありますけれども、広く言うと企業内ですけれども、官庁ですとか、あるいは立法府ですよね。立法府の中でも その実際の秘書ですとか政策秘書というような形で入っていくというのが一つの大きなマーケットになっているようですけれども、そういう意味ではまだまだその日本は法律化が足りないんだと思うんですね。立法に携わる人が十分でなくて、ここにこういう需要があるからこういうふうに法律を作っていけばいいっていう人がまだまだ必要だと思うので、そういうキャリアもぜひ視野に入れていただきたいなと私自身は思います。はい、先生方ありがとうございました。非常に具体的なところから理念的な部分、そして皆さんご来場いただいている皆さんにも何かの示唆になるようなお話があったかとも思います。
それでは、シンポジウムの方は、今日これで閉じさせていただきたいと思います。ご発表ご講演いただいた、3人の先生方にもう一度大きな拍手を、お願いいたします。ありがとうございました。それではマイクを長島先生にお返しします。本日は、本当に貴重なお話をいただきありがとうございました。以前も少しだけこの回でお話しさせていただいたんですが、この講座を構想した一つの契機として一橋のロースクールでの事件がございました。で、あの事件に関してはやはりこう本当に多くの人がとても辛い思いをされて、中央大学放送を多く輩出している大学として、どういうふうにこれから関わっていけばいいのかということを考えながら構想した講座でありましたので、今回私の中ではこの連続講座の中でも非常に重要な回というふうに考えております。で、今回大勢の方に来ていただいて、大変嬉しいです。今日お話を伺っても世の中ではこう多数決で物事が決まっていくのが非常に多くなっている、そういう方向に流れる社会の中で、数で決まっていくのとは違う判断をしていく領域として、やはりだからこそこう一人一人の放送の方々というのが非常に重要な分野で、そこで今後皆様が、今日のことなどを考えていっていただければというふうに思っております。本日 の内容はもしかすると少しこうカットされる部分があるかもしれませんが、ビデオで、YouTube で配信していくことになります。少し私の方の作業が滞っておりまして、第4回から、第6回分までというのが今まだアップされていないのですが、これからアップしていきますので、周りの方にもお伝えいただければと思います。入り口のところにウェブサイトのアドレスが載っている、チラシがありますので、それをご確認いただければと思います。また次回は本日最後にお話の出た、婚姻平等同性婚についてのテーマを行いますが、実はその回は部分的にしか動画の配信ができないということになっておりますので、ぜひ皆様会場に足をお運びいただければと思います。この後、この教室で懇親タイムといいますか、先生方が残ってくださいますので、今聞けなかった何かこう詳しいお話だったり細かいお話だったり質問したい方はぜひ残ってざっくばらんにいろいろお話をいただければと思います。それでは本日は本当にありがとうございました。